27日、反問店で北朝鮮の指導者として初めて韓国領土に足を踏み入れた金正恩国務委員長を隣で密着補佐する妹の金預かり聖朝鮮労働党中央委員会第一副部長の役割が目立った。金預かり正氏はこの日、南北首脳会談北朝鮮側の公式随行委員として、金委員長を補佐した。 金委員長が軍事境界線を越えた後、子供たちから受け取った花束を後ろにいた金預かり正志氏に渡している姿も目を引いた。その後、金預かり正志氏は、北朝鮮側の随行団9人のうち、ア最高人民会議常任委員長、金英鉄道中央委員会副委員長、李広博士外相に続き、 4番目にムンジエイン大統領と握手を交わした。預かりマサ氏はその後、ムン大統領とキム委員長が記念撮影を終えて、平和のうちに向かって歩く際も、後ろから同業した。平和のうちに到着したキム委員長が法名録に署名をする際も、預かりマサ氏はいち早く駆けつけて、 事前に準備されたペンの代わりに北朝鮮から持ってきた専用ペンを渡した。金委員長は預かりまさし氏からもらったペンで法名録に記した。さらに、預かりまさし氏は同日の首脳会談にも同席。金栄哲副委員長が金総書記の右側に、預かりまさし氏は左側に座った。